YouTube でソルチャンネルを検索してね。ソルチャンネルのクイズだよ。問題、この働く車は何かな。5、4、3、2、1、正解は郵便車。今日の動画に登場するよ。おまけの動画もあるから最後まで楽しく見てね。スタート。あースタート。あースタート。あー、はい、じゃあ今日はこのどんどん細くなるコースで働く車を走らせて遊んじゃうよ。こっからスタートして細くなって、ここがゴールになってるよ。はい、じゃあ早速やってみるよ。最初は郵便車くん。はい、じゃあ行くよ。せーの、スタート。郵便車くん落ちた。次はゴミ収集車くん行くよ。せーの、スタート。あ、ゴミ収集車くんゴールできました。次は救急車くん、いけるかな。行くよ。せーの、スタート。あースタート。あー、救急車くん落ちてしまった。次はトラックくん行くよ。行けるかな。せーの、スタート。あスタート。トラックくんも落ちちゃったよ。次はバスくん行くよ。せーの、スタート。スタート。お、バスくんゴールできた。次はフォークリフトくん、ゴールを目指して行くよ。スタート。フォークと、お、フォークリフトくんもゴール。次はブルドーザーくん、いけるかな。強いぞブルドーザーくんは。せーの、スタート。お、あと、お、ゴール。最後は幼稚園バスくん、いけるかな。スタート。あー、落っこちた。スタート。あー、落っこちた。はい、みんな走ったけど、幼稚園バスくんと郵便車、救急車、軽トラックくんは落ちてしまいました。はい、じゃあ今日はこのコースで働く車を走らせて遊んでみたよ。また見てね。ソル、ソル、ソルチャンネル。パトカーが来たよ。パトカーがどんどん来るぞ。いろんなパトカー集まってきたよ。顔がついてるパトカーもいるよ。パトカーがいっぱいだよ。今日はこのトミカシステムの坂スイッチオン。パトカーが走るよ。エスカレーターをぐんぐん登って走って箱に入るよ。次のパトカー行ってみよう。登って登ってビュンスポット。さあみんな、どんどんエスカレーター上がっていこう。トミカシステム、上がって上がって、みんなで一緒に走ろう。よし、みんな走るぞ。1台、2台、3台、4台、5台、6台、7台、8台、みんなどんどん走っていくよ。9台、10台。さあちょっと下からも走るところ見てみよう。みんなトミカシステムの坂を下って箱にどんどん入っていくよ。あれ、今後ろ向きの子がいたぞ。みんな上手に走ってるよ。エレベーター、みんな登るよ。どんどん登ってどんどん走ろう。おっとっと、さあみんな並んで登っていくよ。さあみんな上手に走れるかな。結構長い坂をパトカーのみんな上手に走っていくぞ。どんどん箱に突入していこう。さあ次はエレベーターを登って入っていくところを見てみるよ。上から見て、みんな上手に登って上手に走ってるよ。箱にどんどん入っていくぞ。さあ箱の中がちょっと見えてるね。箱の中どうなってるか気になるかな。登ってどんどん走っていくよ。箱の中ちょっと見えてるかな。次は箱の中がよく見るようにしてみたよ。パトカーがどんどん飛び込んでいくの見えるかな。こういう仕組みになってたんだよ。
パトカーが坂をいっぱい走ったよ。やあみんな、僕はお片付けコンボイだよ。今日はトミカの働く車をいっぱい買ってきたよ。今日はとっても暑いから働く車のみんなをこの冷蔵庫にしまってあげよう。それじゃあこの冷蔵庫をパカッと開けて、よし、じゃあ働く車を出すよ。ガチャッとして、まずはゴミ収集車くんをしまってあげよう。ゴミ収集車くんはここの一番上にポコッと入れてあげるよ。どんどん入れよう。次は郵便車くんとパトカーくんを入れるよ。それじゃあ赤い郵便車くんは青いゴミ収集車くんの隣、パトカーくんはここに入れてあげよう。次はこれは消防車くんだね。消防車くんと救急車くんだよ。消防車くんと救急車くんは仲良くここに2人でガチャッと入ったよ。こっち最後残ってるのはタンクローリー車くんだね。タンクローリー車くんはここが空いてるからここに入れてあげよう。よし、こっちはガチャッと閉めて、次はこの反対側だよ。いっぱい入ってるね。こっちもガチャッと開けて、まずはこの赤い車、はしご消防車くんだよ。はしごがシャキンと伸びちゃうよ。はしご消防車くんはパトカーくんの下に入れてあげるよ。そうしたら次はこの黄色いブルドーザーくんと同じ工事現場で働くショベルカーくんだよ。工事現場で働く2人はいつも一緒にここに入れてあげよう。次はピンク色のフルーツトラックだよ。フルーツトラックちゃんはここに入れるよ。あと残りは2つ、上のフォークリフトくん、フォークリフトくんはフルーツトラックちゃんの隣に入れてあげよう。最後は消防宿舎くん、真っ赤な消防宿舎、かっこいいね。後ろがパカッと開いちゃうよ。そうしたら消防宿舎くんはここの一番下に入れるよ。よし、これでみんな冷蔵庫に入ったね。今日は暑いから働く車のみんな冷蔵庫の中で涼しそうだね。それじゃあパカッと閉めて、よし、これでみんな暑くないね。冷蔵庫にみんなをしまっちゃったよ。いや、みんな、僕はブルドーザー。今日はここをくるくる回って働く車が出てくるよ。何の車が出てくるかな。それじゃあ行くよ。僕がここで止めるからね。スタート。くるくる回って、あ、出てきたよ。最初に出てきたのはこの黒と白の車、これはパトカーくんだね。悪い人を捕まえるよ。次は誰かな。行くよ。スタート。ぐる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 、お、出てきた。早かったぞ。次はこの真っ赤な車、ここに郵便のマークがある郵便車だね。みんなに郵便を届けるよ。次は誰かな。お、ぐるぐる回ってる。止めるよ。お、出てきたのはこの車、白と赤の救急車。ここがパカッと開いて、怪我した人を病院に連れていくよ。くるくる回って出てくるのは、あ、来た来た。次はこのピンク色の車、フルーツトラックだね。ここにフルーツがいっぱい入ってて、みんなに美味しいフルーツを届けるよ。次は誰かな。ぐるぐる回って誰かな誰かな。お、出てきた。次はこの青い車だよ。ここがガチャッと上がって、ここがカチッと開く、この車はゴミ収集車だね。みんなの街をきれいにするぞ。ぐるんぐるん、出てきて出てきて、あ、来た来た。次はこの金色の車だね。ここがガチャッと上がる、この車はダンプカー。工事現場でいろいろなものを運ぶとっても力持ちの車だよ。次は誰かな誰かな。お、ガチャッと出てきたのは、じゃじゃーん、パンダさんが乗ってる動物輸送車だよ。パンダをみんなのところに連れていくよ。かわいいね。どんどん出てくるよ。お、出てきた出てきた。次はこの車だよ。後ろにハンバーガーが乗ってるハンバーガートラックくんだ。ハンバーガーをみんなのところに運ぶよ。おいしいよ。次は誰かな。ぐるんぐるんと回って出てきたのはこの車だよ。消防指揮者くんだね。火事が起こった時にみん
なを助けるために働くよ。消防指揮者くん、赤くてかっこいいね。はい、今日はこのぐるぐるのバケツからこんなにたくさん働く車が出てきたよ。フォークリフトくんが荷物を運ぶよ。荷物運ばなきゃ。あー、落っことしちゃった。あ、みんな見て見て、フォークリフトくんが荷物を運んでるよ。何を運んでるのかな、ちょっと見てみよう。ガチャッと開けると、あ、中にはこの青い車、ゴミ収集車が出てきたよ。フォークリフトくんは働く車をいっぱい運んでるよ。ゴミここに入れちゃうよ。こっちの箱は何が入ってるかな、ガチャッと開けてみると、お、この車は白と黒のパトカーだよ。とってもかっこいいね。悪い人を捕まえちゃうぞ。またまたフォークリフトくんが来たよ。次は何を運んでるのかな、これはトミカの箱だよ。ちょっと何が入ってるのか開けてみよう。まずはこの箱、何か黄色い車が入ってるよ。スポット出すと、お、これはショベルカーだね。ガガガガッと工事をする力持ちだよ。ショベルカーかっこいいね。次はこの箱、なんだ、また黄色い車だよ。あ、袋が入ってる、これを取って、こっちはこれは同じ工事をするブルドーザーくんだね。ドドドドドドドッと力持ちだよ。かっこいいね、ブルドーザーくん。最後はこの箱、パンダさんが乗ってるぞ。楽しみだね。よいしょ、パカッと開けると、わ、一人だけこっちを見てるよ。くるっと回すとパンダさんが乗ってる。これは動物運搬車、パンダさんを運んでるよ。このフォークリフトくんはとっても力持ち。くるっと回して、ここがくるくる回るようになってるよ。ここにじゃじゃん、救急車くんだよ。救急車くん、お荷物を乗せて、ここをくるくる回すと荷物がどん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 上がっていくよ。救急車くんが上がっていく上がっていく、どこまで上がるのかな、上がって上がって、救急車くんこんな上まで上がっちゃったよ。フォークリフトくんは力持ちだね。じゃあフォークリフトくんは救急車くんを持って出発。フォークリフトくん戻ってきたよ。こんなにたくさんトミカを持ってきてくれてありがとね。じゃあフォークリフトくんはまたお仕事に出発するよ。あ、みんな見て見て、働く車のお尻が出てるよ。ここに近づくの危険って書いてあるよ。誰のお尻かな、よいしょ、出てきたのはこの青い乗り物だよ。ここにアームがついてるブルドーザーだね。ガガガガガガッと重いものを運んじゃうブルドーザーのお尻だったよ。次は誰のお尻かな、赤い車だよ。ここにマークがついてるね。出してみるよ、よいしょ、出てきたのはこの赤い車だよ。ここには郵便局のマーク、日本郵便って書いてあるよ。これは真っ赤な郵便車だよ。みんなのところに郵便を届ける郵便車のお尻だったよ。次は黄色いお尻だよ。ここにウサギさんがいるね。この可愛い車は誰かな、ウサギ号って書いてあるぞ。スポット取り出してみよう。出てきたのはこの黄色い車、みんなこの黄色い車わかるかな、これは幼稚園バスだよ。みんなを幼稚園まで連れて行く幼稚園バス、とっても可愛いお尻だね。見て見て、次はこのお尻だよ。安全作業中って書いてあるね。後方注意、コンベアがついてるよ。これは誰かな、よいしょよいしょ、スポット、出てきたのはこのガガガガガッとアームが動く車だよ。これは力持ちのショベルカー、重いものをここで持ち上げちゃうよ。後方注意はショベルカーのお尻だね。あれ、見て見て、また後方注意って書いてあるよ。次はオレンジ色の乗り物だぞ。これは誰かな、スポット、出てきたのはこの乗り物、ここがウィーンと上がるようになってるよ。ここに重いものを乗せてウィーンと持ち上げちゃうフォークリフトだよ。このお尻は力持ちのフォークリフト。これが最後のお尻だよ。ここがスポット、
おっと、アクお尻だね。かっこいいね。これは誰かな。よいしょ。おっと、出てきたのはこの緑色の車。これはゴミ収集車だよ。ここにゴミを入れてスポッとゴミを食べちゃうよ。食べたゴミはここからガシャンと出てくるよ。このかっこいいお尻は緑色のゴミ収集車。今日はこの働く車のお尻たちが出てきたよ。みんなこの働く車覚えたかな。いやみんな、僕はゴミ収集車。今日はこの自販機だよ。これはお菓子が出てくる自販機。早速やってみるよ。それじゃあ僕はこの赤いボタンを押すよ。ポチッと。お菓子出てきたよ。出てきたのはこのアンパンマンのペロペロチョコだ。とっても美味しそう。じゃあ僕はペロペロチョコをもらっていくね。ドドドドドドド。いやブルドーザーだよ。僕もお菓子を買いに来たよ。僕はどれにしようかな。それじゃあこの金色のボタンを押すよ。ポチッと。出てきた出てきた。出てきたのはこのトミカグミだね。いろいろな働く車緊急車両シリーズだ。どんな車が入ってるか楽しみ。トミカグミお家で食べるね。パトカーだよ。自販機楽しみだな。買ってみよう。じゃあ僕はこの金と銀のボタン両方押しちゃうよ。せーの、よいしょよいしょ。2つ出てきたぞ。パトカーくんに出てきたのはバイキンマンとドキンちゃんのペロペロチョコだ。やった、2つチョコが出てきた。僕は友達の救急車くんと一緒に食べるよ。チョコを持ってお家に行くよ。幼稚園バスだよ。幼稚園のみんなにお菓子を買ってってあげよう。この赤いボタンを押すよ。ポチッと。出てきた出てきた。赤いボタンで出てきたのはプリキュアアラモードのグミだよ。これで幼稚園のみんな大喜びだね。それじゃあ幼稚園のみんなに持ってってあげるよ。ドドドドド。みんなお菓子買って面白そうだな。僕はいっぱいお菓子欲しいからボタンいっぱい押しちゃうよ。行くよ。よいしょ。 いっぱい押すよ。あ、お菓子出てきた出てきた。あれ、いっぱい出てくるぞ。ボタンをいっぱい押して出てきたのはこの大きなラムネだよ。こんなに長いよ。これは働く乗り物ラムネ。救急車、ロードスイーパー、いろんな車が乗ってるよ。清掃車もあるよ。やった、こんな長いお菓子が出てきた。この長いお菓子はショベルカーくんにぐるぐるっとしてこれで持って帰れるね。この長いラムネみんなで食べるよ。いやみんな、こんにちは。僕はゴミ収集車だよ。今日は僕がいろいろなトミカを持ってくるよ。まずはここをガチャッと開けるとこの白い車持ってきたよ。みんなこの白い車知ってるかな。事故が起きたらピーポーピーポーって走って怪我した人をここに乗っけるよ。救急車病院に出発するよ。働く車持ってきたよ。後ろをガチャッと開けるとひっくり返ってるこの車、じゃじゃん。上にパトランプがついてるこの車はパトカーだね。ビュンビュン速いぞ。そこの青い車、スピード出しすぎ、止まりなさい。キキー。こうやって悪いことしてる人を捕まえちゃうよ。正義の味方パトカー、パトカー出発。ブン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 、持ってきたよ。次はガチャ。この青い車は僕と同じゴミ収集車だよ。このゴミ収集車はポイポイ、大変だ、ゴミが落ちてる。そんな時はゴミ収集車くんが来てここをパカッと開けてゴミをここに集めて集めて街をきれいにするよ。ゴミ収集車くん、街をきれいにしてるお仕事だよ。そう、僕は街をきれいにしてる車だよ。僕もここにいつもはゴミをパカッと入れちゃうよ。ブン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 、持ってきたよ。次はガチャッと、真っ赤な車が出てきたよ。これは郵便車だね。みんなのところに郵便を届けるよ。ブーンと来て、郵便です。お、猫さんに郵便を渡して郵便車出発。みんなに郵便を届けるお仕事をしてるよ、郵便車。ブンブンブン。最後はちょっと珍しい車だよ。ガチャッと開けるとよいしょ、出てきた出てきた。出てきたのはこの赤い車。
これがついてるよ。これを前に持ってきてガチャンと変形するとここがピカーンって光るんだよ。そして暗いところをピカーンと照らして工事するときや事故が起きたときにここでピカーンと明るくする照明電源車だよ。照明電源車街を明るくしちゃうよ。ピカーン。よし今日は僕ゴミ収集車がいろんな車を持ってきたよ。みんなの好きな車出てきたかな。それじゃあゴミ収集車出発するよ。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価、グッドボタンよろしくね。